全国の人気店が集まる信州ラーメン博。今年も長野市のセントラルスクエアで始まりました。全国の人気店が自慢の一杯を1000円で提供します。京都市の祇園ラーメン都は初出店。鶏の旨味と野菜の甘みを凝縮した飲み干せるスープが特徴です。クリーミーで濃厚な味なんですけど、結構あっさりもしていてとても食べやすくて美味しいです。県内からは松本市の人気店4店のスープを合わせた限定ラーメンを提供します。ちょっと暑すぎですね今日。なんか全種類食べてみたいですね。いや美味しいです。僕家系が好きなので。もう全部美味しいです。去年は9日間で4万人が訪れたという人気のイベント。今年も23日まで6店ずつの入れ替わりで12店が軒を連ねます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。